ちびチャンネル。こんにちは、スノーボーダーのかなこです、今回は180のハウトゥー動画を、ハウトゥーしながら動画を見ていきましょう。人それぞれだと思うんですけど、私のやり方でちょっとやっていきます。トゥー抜けとトゥー抜けがあるんですけど、今回はトゥー抜けのフロントワンのやり方をやっていきます。トゥー抜けっていうのがつま先で、ちょっとつま先側で蹴るんですけど、まず平地でイメトレした方がイメージがつきやすいと思います。ヒール、トゥーに乗ってよいしょっていう感じで、頭がその時に横、前、後ろに倒れないように絶対中心にあるように振ります。で、スイッチに着地するときに怖くなって後傾になりやすいんですけど、しっかり前にかぶせてあげてください。こんな感じですか。ヒール、ヒール、ツー、ポン。じゃあ、板を履いて、板の意味あるかこれ。なくないもはや。ヒールのターン。ヒールに乗ります、軽く。ヒールに乗って、ツーになります。で、ツーに乗るタイミングなんですけど、リップの登り始めから2に乗っていきます。それまではヒールで来て、登り始めから2に乗ります。ヒール2できたら、ちょっと手を引いて、少しだけ手を引いてあげて、前に解放してあげます。その時に肩が絶対に平行に、地平線と平行になるようにしてあげてください。で、飛んだピークで90度になるぐらい、そっからよいしょよいしょって感じで踏み切るタイミングなんですけど、ここがリップで、後ろ足だけになった時、テールだけになった時に踏み切る。リップよりも内側に板がある時に踏み切っちゃうと、エッジが引っかかっちゃって逆エッジになるので、パフッてで、引っかからないようにテールだけになったときに抜けます。これがリップの先っぽだったら、こういう、ここですね、ここのタイミング、シュワッチシュワッ。どうもちびかなのハウトゥーでした。みんな頑張ってね。Peace out!